ありがとうございます。宮城県仙台市から参りました井戸ネギ、仙台井戸ネギのチーム全員4名、まああちらにもいますけど、あの PR に参りました。あの私どものはまだネギサミット3回目です。参加はあのネギを作ってまだ4年、まだまだよちよち歩きのネギ作りですが、あのこれだけは言えます、甘さには負けません。昨年度のうちの糖度はだいたい最高で16度強でした。本日もお持ちしましたのはだいたい12度ぐらいで、甘い、食べていただければ甘さがわかるかと思います。あの実はうちの方のネギはあの歴史的に4年って言いましたが、ちょっと被災地でございまして、被災した際には皆さんにいろいろご支援いただきまして、誠に本当にこの場をかけてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。その後あのいろいろな野菜を作りましたところ、ネギ、玉ねぎ、ネギ類が一番育つということで、ネギを栽培することになりました。もともと仙台と言いますと仙台曲がりネギが有名だったんですが、曲がりネギはどうしてもその手のかかる量が多いということで、機械作業がちょっと難しいということもありまして、まっすぐなネギを作って、まあ性格はちょっと曲がってますが、ネギだけはまっすぐなのを作るように頑張っております。それからネギを申しましたけど、そのネギを昨年度からネギダレ、タレを作って、35% から 40% 近いネギを使い、それから油もこだわり、米油を使い、それから酢を使って、あと若干の香辛料、を使ってネギダレを作ってみました。まだまだこれも2年目ということで知名度が少ないんですが、本日も好評で、ちょっとまあ売れないかなと思いながら若干お持ちしたところ完売してさせていただきました。本当にありがとうございます。これからはもう大体的にその気になって売ろうと思います。まあ、今後とも仙台井戸ネギを覚えていただいてよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。残念ながら完売したものもあるということですが、他にもね、いろいろと PR しておりますので、ぜひお立ち寄りください。ありがとうございました。